どうも、腹痛ドーパミンのアルカディアです。先日なんですけども、僕の大好きな BJK バンドビストリップさん、後ろにポスター貼ってあるんですけども、のボーカルのトモさんが病気で倒れたということで、ちょっとそちらについてですね、トモさん LINE ブログを、されてるんですね。 Twitter とかはされてないんですけど、 LINE ブログで、ファンの皆様へといった形で通知が入ってたんですけども、内容を見て、少なからずもちろん驚いたというか、その手術というワードが出てきたので、びっくりはしたなっていう。ともかく本当に無事でよかったなっていう、本当それだけなんですけども、本当にその更新が本人してるっていうところもそうだし、本当にその大事に至らなくてよかったなっていうところですね、本当に。で、ツアーとかの延期だとかも決まったりだとか、今インストアのイベントの方は4人で回っていると。ちょっと最近思うのが、その4拍子のやっぱそのバンドのボーカルの4人がすごい結構心配だなっていうのは自分の中でありまして、そのやっぱ一世さんは結構前になるんですけども、やっぱり事故が あって、真宙さんはもともと目の病気があると思うんですけども、そちらの病気の悪化っていうのが今年ですよね。今年に言えば報告というか、そういったものがあったと思うんですね。で、マモさんもこの前一回喉の不調でなんかイベントかなんか欠席されたっていうのが確かあったと思うんですけども、で、トモさんが今回こういった形になっていると。やっぱりボーカルっていうのは本当にバンドの顔ですからね、とにかく本当に無事でよかったなっていうところで、また綺麗なね歌声が聴けるのを楽しみにしてます。トモさんのお帰りをお待ちしてます。廃棄教科ユウさんも前やったしな、癖になっちゃう病気だから、本当にこう癖にならないように気をつけるってところが大変なところでもありますしね。本当に元気になるまでゆっくり休んでください。